ハンドレページ、ヘイスティングスハンドレページヘイスティングスは、イギリスのハンドレページ社が開発した、レシプロ4発輸送機である。1946年に初飛行し、第二次世界大戦後のイギリス空軍の主力戦略輸送機として活躍した。第二次世界大戦中の1943年に、ハンドレページ社は、アブロヨーク輸送機に代わる、軍。 民間輸送機の開発に着手した。1945年12月に民間旅客機型であるハーミーズが初飛行し、1946年5月には組用輸送機型であるヘースティングスが初飛行した。ヘースティングスは全金属製の低翼機でエンジンはブリストル・ハーキュリーズ空冷製型エンジンを4発搭載した。比較的太めの胴体を持ち、兵員の乗降や、 貨物用の大型ドアが胴体後部の側面に設置されていた。膠着装置はオリン式で、主脚、オリンとも完全引き込み式であった。1948年に正式採用となり、同年には最初の機体が部隊配備された。配備後はアブロヨークに代わる戦略輸送機として使用され、1940年代末から1950年代に、 かけてのイギリス空軍の主力輸送機であった。ベルリン封鎖では物資輸送に活躍したほか、イギリス空軍が駐留した地域には必ず本機の姿があると言っても良いほどであった。主な生産型は最初の生産型で最も生産数の多かった C1 と燃料搭載量や物資搭載量を増加させた C2 である。この多気象観測用のメット1や、 爆撃機上員の訓練用の T5 などの方も少数作られた。1959年頃から後継機と徐々に交代を始め、1967年には C-130 と完全に交代してイギリス空軍からは退役した。イギリス空軍以外ではニュージーランド空軍で4機使用された。ハンドレページ・ヘイスティングス。ありがとうございます。